巨大な王国がいつ頃栄えてて、どんな境遇の中でジョイボーイが生まれたのかっていう話だよね。ジョイボーイが建国したんじゃないとしたら、巨大な王国の思想っていうのがある中で、ジョイボーイがおにゃおにゃって産声を上げたわけでしょ、多分ね。その巨大な王国が嫌だったのか、それとも巨大な王国が虐げられてたから、その同胞たちを救うために立ち上がった少年がいたのか、ジョイボーイという。その巨大な王国を善とするか悪とするかみたいなのでも180度物語変わるし、いやおもろいところだな。ここが巨大な王国の思想がイコールジョイボーイの思想みたいなことだと思ってたんですけど、まあ、それもちょっと分かんなくなってきたのかな。巨大な王国の王子様としてなんか生まれたみたいな話なのかな。サンジみたいな感じなのかな。兄弟いたのかどうかとかね、楽しみだな。ジョイボーイの過去編、初めての海賊とかってマジで激アツだろうな。多分そこを描かれるときバサッつって黒い旗掲げるわけでしょ。この世界で初めて黒い海賊旗を掲げたのがジョイボーイなわけでしょ、多分。で、なんでドクロを掲げるんだろうな。その現実世界では、そのさっき言った通りジャック・ド・モレーを掘り起こした時に頭蓋骨と2本の骨がクロスして埋まってるのを発見して、人間は頭蓋骨と2本の骨さえあれば復活できるという意味を込めて、復活の象徴としてジョイ・ロジャーの海賊旗っていうのをテンプル騎士団の残党たちが、生き残った者たちが総長の墓を掘り返して作っていったっていう話なんですよね。で、つまり伝説の人物、尊敬している人物、絶対に忘れないでこの意志を受け継ごうと決めた人物が死んでしまった、それを復活させたいとか、なんかそういうモチベーションで海賊旗バシッて掲げるんですけど、ジョイボーイが海賊掲げるとしたら、つまりジョイボーイにとっての誰か大切な人とか、自分のことか。それか、いやもう死んだら骨だけだとか、全部その辺だぞ。死んだら骨だけだで自分のことの可能性あるよな。死んだとしても俺の意思を受け継いでやってくれみたいなことかな。俺がたとえ死んだとしても俺の意思は消えねえ、俺は死なねえ、誰かいつの日か俺の意思を受け継いでやってくれる自分の骨っていうのを掲げたみたいなことなのかな。だとしたらジョイボーイが掲げられる側なんだよね。現実世界のジョリー・ロジャーの海賊旗とか、そのジャック・ド・モレの話とかをするんだったら、ジョイボーイが死んだ後に初めて掲げるっていう、そのジョイボーイのドクロを。でもそれってジョイボーイじゃないじゃん、その掲げたやつは。いやでもそれでいいのか。海賊としてはもしかしたら罰印だったかもしんねえよな。ただの海賊として掲げる旗は罰印の海賊旗かもしんねえ、ただのね。ドクロとかなくて最初にジョイボーイが掲げた旗はね。でジョイボーイが死んでしまって、そのジョイボーイの意思を受け継ごうと決めた残った者たちがジョイボーイのドクロに変更したみたいなのもあるかもね。ドクロを掲げたのはジョイボーイが亡くなった後。そうだね、海賊と呼ばれたのはジョイボーイが最初だけど、ドクロ、海賊旗っていうものの最初はジョイボーイが死んだ後に残された者たちがそれを始めた。でもその時から多分ミックスの酒とかが語り継がれていくんだよな、海賊旗とかと共にね、ジョイボーイの意思というかね。でロックス側の D の一族もいるから、空白の100年は死ぬほど面白いわけよ絶対にいんのよ、ロックス側の D のやつがさ。初めての海賊ってことだけど、これ初めての D の一族でいいような気がしてくんだけど、どうだろうな。なんとか D なんとかってやつと、なんとか D なんとかの間に生まれたのがジョイボーイってことじゃなくて、もう D ってつけようぜって言い出しっぺがジョイボーイでいいような気がしてくんだけどな。どうだろうな。有名な空島のコミックスのさ、ルフィがウィンクしている珍しいコミックスの表紙があるんですけど、あのウィンクっていうことで半分をイメージしてるし、翼が生えてるんで、それこそ月の人と青色の星の民のハーフ、新月があったとして、半月がいわゆる D なんじゃないかみたいな考察ってもう20年前ぐらいから言われている一種の王道考察みたいなのがあって、でまあそれの根拠にさ、空島編のコミックスもそれがあったりするんですけど、なんかそうなってくるとちょっとそのジョイボーイがそうなのかなとかも思ったりするよね。巨大な王国は翼を持った人たちがいっぱいいたと、ジョイボーイももしかしたら翼ついてたんじゃないかっていうね。翼を持った巨人族みたいなね、月の人と巨人族の間に生まれた子みたいなことなのかな。今のところなんか月と繋がっていかないよね、ジョイボーイがね。あとニカとかがね、今ジョイボーイのこと話してますけど、そのニカのこともまた考えたいよな。今ジョイボーイのことだけでもいっぱいいっぱいだけど、ニカのことも考えてんだよな。月と何の関係あんのじゃあっていうさ、ニカが人々の身幻獣種モデルニカっつってさ、月でバーン照らされた、あれ絶対何かを意味してるはずだし、繋がりを意識してるはずなんだけど、ニカとなんでエルバフにそれが伝わるのかっていうね。イチさん800円ありがとうございます。他の方の質問に乗っかる形で恐縮ですが、空白の2週間が
が、ベガパンクが意図的に作ったことを考えると、空白の100年も世界政府側の思惑でなった説だけでなく、味方側が意図的に作った可能性は出てきたのではと思いましたと。空白になっている年月こそ違えど同じ文字列というかね、ということは空白の100年のヒント、もしくは暗示となっているようなことが隠されてるんじゃないか、仕掛けられてるんじゃないかって考えるのは自然だし、でそう考えると意図して空白の100年を作ったみたいって話になるのかな。いやでもそう考えるのは熱いよね。結局空白の100年はジョイボーイが負けてしまって、不都合な歴史を全部滅ぼされてしまった、でポーネグリフ砕けぬ石にテキストを残したっていう、これはもう敵がいた証拠だろうみたいな、クローバー博士のセリフもありましたけど、つまりはジョイボーイたち巨大な王国が負けてしまって、その真実を全部葬り去られてしまった、でその分の記憶をごっそり削られてしまった、で誕生したのが世界政府だから、世界政府が不都合な歴史を揉み消したかのように見えるけど、実はそうではなく、巨大な王国っていうのが意図的に歴史っていうのを隠したと、自ら空白の歴史を作ったと。でベガパンクの話で言うと、2週間分のこの記憶っていうのを自ら消して、で目覚めたベガパンクは自分の筆跡の手紙を読んで、その後の行動を決めていくっていう、こう流れを取ったっていうね。だそう考えると、空白の100年ももしかしたら巨大な王国側が意図して空白の100年の歴史を消した、で真実が伝わってほしいものに対して、ポーネグリフ砕けぬ石にテキストを残して後世に伝えたっていう、ね、そう考えると熱いのは熱いよね。確かにね、空白の100年のこと考えるのってすごく難しくて、スタートでつまずいてることあるんだよな。スタートでつまずいてる可能性を恐れて突き進んでいかなきゃいけないのよ、この空白の100年の考察ってさ。巨大な王国を善とし、世界政府を悪とした、この前提でストーリーを考えていくのか、むしろ巨大な王国を悪とし、それに立ち向かった正義の革命家二重の国の王国みたいなストーリーで考察していくのかみたいなさ、そのド頭の部分だからね、これね。実は空白の100年って政府が作ったんじゃなくて、巨大な王国が自ら作ったんじゃねえかって、ド頭の仮説なんだよね。だけどそのド頭でそういう仮説を立てることによって進んでいく、もうこの仮説が間違ってたら元も子もないんだけど、この仮説を信じて、この仮説が当たっていると信じて根拠を集めていく、結局見つからないこともあるけど集めていくと、めちゃめちゃいい考察、巷でバズり散らかす考察につながることがあるんでね。でなんか見つかることあるんだよな、なんか根拠となるような、例えばメモメモの実のところとかに、あれっていう、わざとじゃねえかこれ空白の100年って信じて、まだ信じていただけていない方、最後にこちらをご覧くださいみたいにして、自らサンジのメモメモのメモリーをやった時のプリンの表情がこちらみたいなさ、わかんないけど。なのでイツさん、この大胆仮説をもとに勇気を持って進めていってみてください。めちゃめちゃ熱い考察が完成する可能性が見えてくるものでございます。シャンクスとコラさん似ていると思いました。コラさんは海賊であり海軍側でもあった。シャンクスは海賊であり政府側でもあった。ミンゴが欲しいオペオペの実を奪った。政府が欲しいニカニカの実、まあ人々の実、現実モデルニカを奪った。親友である子供のローが食べて、親友である子供のルフィが食べた。コラソンの死、シャンクスの死、小田先生の短編集ロマンスドーンとかでも、ゴムゴムの実は50億っていう値段がつけられてて、でワンピース本編でもオペオペの実に50億っていう値段がついた。その50億っていう値段も一致してんだよね。まあそれで言ったらシャンクスが死ぬんじゃないかみたいなね。そのスケールアップというか、オマージュがあるとしたらどういう展開になるんだ。白炎病のローをとにかく助けようとドフラミンゴには嘘をついてた。ドフラミンゴファミリーだと思ってたんだよね、ローはね。つまりそれをシャンクスに当てはめるとすると、例えばルフィが不治の病にかかってしまう、でそれをシャンクスがなんとか助けようとする、海賊だとルフィは思ってるんだけど、実は海賊じゃないみたいなことがわかるってことだよね。コラソンは海軍のスパイであることをドフラミンゴに悟られるんだよね、確かね。そこまで忠実なスケールアップではないものの、とにかく設定としてもうり二つだってことだよね、コラソンとシャンクスはね。で最終的にはベルゴにボッコボコに縛られて、裏切り者には制裁をで殺される。でまあ裏切り者には制裁をでシャンクスが殺されるのか、黒ひげに殺されるのかみたいなことだよね。